小山田敬吾が再び謝罪、いじめ告白記事の事実説明に、五千字長の長文、五輪開会式楽曲担当辞任から2ヶ月過去のいじめ行為をめぐり、東京五輪パラリンピック開会式の楽曲担当を大会開幕直前に辞任したミュージシャン、小山田敬吾、52が17日、ソロ活動名義、コーネリアス、CORNELIUS の SNS で、 発言の事実関係などを詳細に綴り、改めて謝罪した小山田は94年1月発行のロツキング・オン・ジャパン、ロツキング・オンと95年8月発行のクイック・ジャパン、太田出版で同級生を箱に閉じ込めたり、騒がいのある生徒をからかったりしたことを語ったことが大きな問題となった。改めましてこの度は、私の過去のインタビュー記事が元となり、 多くの方々を傷つけ、不快な気持ちにさせてしまいましたことを心からお詫びいたします。誠に申し訳ございませんと書き出し、記事内容につきまして、これまでに説明や謝罪をしてこなかったことにつきましても、責任感のない不誠実な態度であったと思いますと謝罪した。その上で、事実関係を総問字数5千字を超える長文で説明、同級生に排泄物を食べさせた。 自由行為をさせたといった内容については、私が行わせたり、示唆や教養をしたといった事実は一切ありませんなど、指摘を受けた点について、一つ一つ、当時の自身の行動とともに、その当時の心情も記した。今改めて、27年前の自分がなぜあんなに軽率に話ができていたのかと思い返してみると、1歳前後の頃の行為に対する罪の意識が非常に無責任ですが、 インタビュー当時においても気迫であったのだと思います。インタビューを受けていた24歳二5歳頃の私は、かつて所属していたバンドを解散して、ソロでの活動を始めた時期でした。当時は、自分に対してなんとなく定着してしまったイメージを破り、露悪的なキャラクターを演じることで世間からの見られ方を変えようとしていました。過剰で自虐的なリップサービスを必要以上に行うことで、 世間との距離を取ることを意識していました。自分の作品に対する自信のなさも、そういった言動の原因になっていたと思いますと分析した。今回、誤った情報の拡散や報道もありましたが、元はといえば、自分の過ちが招いたことだと思いますし、それを放置してきてしまったことへの責任を痛感しております。ファンの皆様にも、長い間、 事実関係の説明などをしてこなかったことで心配と不信感を与えてしまい、本当に申し訳ありませんでしたとし、長い時間がかかってしまいましたが、改めてこれから自分の過去の言動やこれまでの態度を反省するとともに、社会に対してどのような形で関わり、貢献していくべきかを個人としても音楽家としても、今まで以上に視野と意識を広げて考え、 行動に移していきたいと思っていますと締めくくった。